13世紀から15世紀にかけての期間は、騎馬民族の時代だったと言える。農耕民族と騎馬民族の対立の歴史は古い。歴史の父とも言われるヘロドトスは、その著書、ヒストリア、にて、中央アジア一帯を支配する騎馬民族、スキタイ人、について書き記している。騎馬民族は文字を持たない。文字による記録というのは農耕民族特有の、もっと言えば地中海世界と中華文明特有の文化であると言え、それゆえに騎馬民族の、歴史、を知るには、農耕民族側の記録に頼るほかない。中華の歴史においては、北方に巨大な、郷土、と言われる民族がいたことがたびたび記録されている。郷土はモンゴル系民族であると見られていて、はるか西方のローマ帝国を蹂躙した、アッケラ率いるフン族も同族であると見られている。詳しくは、アッケラ大王、を見るのじゃ。騎馬民族は普段は羊や馬、牛などを遊牧させており、何らかの理由で食料が不足すると農耕民族を略奪したと見られている。農耕民族側もそれに対抗するべく、例えば秦の始皇帝は巨大な長城、万里の長城、を整備し、北方に軍団を配置した。詳しくは、始皇帝、を見るのじゃ。こと戦闘に関して言えば、騎馬民族の方が上手であった。彼らは幼い頃から馬に乗っており、機動力や突破力において、農耕民族を圧倒していたのだ。それでも農耕民族は数において騎馬民族を圧倒しており、その勢力は均衡していたと言える。そのバランスが崩れたのが、13世紀初頭である、青き狼の末裔、チンギス・ハーン、が現れたのだ。その力はあまりにも圧倒的であった。彼と彼の子孫はあらゆる文明を圧倒した。中華文明、インド文明、イスラム文明、キリスト教文明、あらゆる文明が支配され、蹂躙されていった。最盛期にはユーラシア大陸の約6割がモンゴル帝国の支配下に入ったが、モンゴル帝国には戦いに勝つノウハウはあってもその地域を支配するノウハウはなく、14世紀の半ばからは、それまでの繁栄が嘘のように領土は縮小していった。それでもその末裔たちは、厳然とした影響力を持ち続けていた。さて、騎馬民族には、モンゴル系民族の他に、もう一つの巨大な潮流があった。それがトルコ系民族である。トルコ系民族もウラル山脈からモンゴル高原がその起源と考えられており、モンゴル系民族との区別は明確であるとは言えない。トルコ系民族は、帝霊、公社、突厥、と呼ばれた国を中央アジアに形成し、中華文明との抗争に明け暮れた。それらの国々は中華文明やその他の民族との抗争に敗れて消滅したが、一部のトルコ民族は中央アジアを通って中東にいたり、イスラム教に帰依し、イスラム文化の担い手となって生き延びた。中東における初期のトルコ民族は、その高い戦闘力を生かし、傭兵などをして活躍したと見られている。イスラム文化の主たる担い手であるアラブ人は、拡大路線を取り続け、戦に明け暮れる中で、トルコ人を徴用した。この頃のトルコ人は、国を持たぬ民族だったと言える。しかしそのような中でトルコ人は確実に勢力を拡大し、11世紀にはセルジューク朝トルコが誕生。1071年にはマンジケルとの戦いにて、東ローマ帝国を破り、この勝利が十字軍結成の契機となる。セルジューク朝トルコはその後も勢力を拡大し続け、小アジアことアナトリアからペルシア、中央アジアを支配する大帝国となる。随分と巨大な帝国じゃのう。しかし西からは十字軍と東ローマ帝国、東からはモンゴル帝国、さらに内部分裂もあって、セルジューク朝は壊滅し、アナトリアから中央アジアにかけて、小勢力が乱立するようになる。そのような状態のトルコ民族に、13世紀後半、アルカリスマが現れた。その男の名は、オスマン一世。騎馬民族というのは、古来より部族制を取り、強大なカリスマが現れるとその下にまとまるという文化を持っていた。朴突然羽、アッケラ大王、そしてチンギス、ハーン。しかし反面、カリスマがいなくなると一気に四散するという特徴も持っていた。しかしオスマン一世の建てた国は、そのようなことはなかった。彼の建てた国の名を、歴史はこう呼ぶ。オスマン帝国。なぜオスマン帝国だけがその後も存続し続けたのか。それを考えるのは非常に難しい。
歴史の結論を言えば、オスマン帝国はこの後600年にもわたって続いた。それもオスマン一世の子孫による統治が続いたのだ。それは大変珍しいことなのかの？日本やエチオピアを除けば、それほどまでに同一系譜による支配が続いた国家は、他に存在しない。古代ローマなどは100年も経つ、イギリスでも現在のウィンザー朝は約100年、その前のハノワー朝を合わせても約300年だ。そう考えると600年というのは長いの。元が騎馬民族だったことを考えると、唯一無二の驚異的な長さだ。オスマン帝国が長い間存続できたのは、創業より数代カリスマが続いたことによる。オスマン一世の時代には、まだ帝国と呼べるようなものではなく、東ローマ帝国領内を略奪し回る集団に過ぎなかった。今までの騎馬民族と同じじゃの。セルジューク朝トルコの首都はどこでしょう？クイズかの？わからんの？実はセルジューク朝には決まった首都はなかった。定住せずに各地を動き回るのは、遊牧民族タルトルコ民族の特徴だ。しかしオスマン一世の後を継いだ息子のウルハンは、東ローマ帝国の重要都市であるブルサを攻略し、首都とした。オスマン帝国の実質的な建国者はこのウルハンと言え、かつてニケア公会議が開かれたニケアを1331年に、かつてディオクレティアヌス帝が本拠地としたニコポリスを1337年に、それぞれ占領している。詳しくは、ニケア公会議、テトラルキア、を見るのぜ。東ローマ帝国は、オスマン帝国の圧力に屈し、皇帝ヨハネス6世の娘テオドラとオルハンを結婚させ、同盟関係を築く。その後もオスマン帝国は拡大を続け、アナトリアの北部を制圧し、バルカン半島にも進出し始めた。オルハンの息子ムラト一世の時代には、オスマン帝国はさらなる拡大期に差し掛かり、1363年には、かつてハドリアヌス帝が建てた、アドリアノープルを占拠するに至った。詳しくは、ハドリアヌス帝、を見るのぜ。ムラト一世はその後も領土を拡大させていき、オスマン帝国はまさに、帝国、と呼ぶにふさわしい広さの国となっていく。アンカラの戦い、が起こるのは、ムラト一世の息子であるバヤジット一世の時代のことである。アナトリアとバルカン半島でオスマン帝国が順調に拡大している一方で、中央アジアにとんでもないカリスマが登場していた。その男の名はテムール。その出生は謎に包まれているが、モンゴル帝国貴族の末裔で、おそらくはトルコ系民族ではないかと言われている。モンゴル帝国の貴族なのにトルコ系なのか？テムールの生涯は謎に包まれているからな。さらに、さっきも言ったように、モンゴル系とトルコ系をはっきり分けるような特徴というのは、実際には存在しない。民族を分ける最もわかりやすい区分は言語だが、テムールはモンゴル語もトルコ語も、ペルシア語さえも自由に操れたという話だ。民族、というものは曖昧なものなのじゃの。その曖昧な概念で人は差別をし、殺し合いをするのだよ。テムールが生まれたのは、チンギス、ハーンの息子であるチャガタイが中央アジアに建てたチャガタイ、ハン国でのことだったのは確かなようだ。チンギスは、ハーン、なのに、チャガタイは、ハン、なのか。そのあたりは語るとかなり長くなるので簡略化して説明すると、ハン、は中華詩で言えば、王、に相当し、ハーン、は、皇帝、に相当すると思ってくれればとりあえず問題ない。ケイ、は読まぬのじゃの。言語にもよるな。ついでに言うと、ハーンの位ができたのはチンギス、ハーンの死後なので、中華では彼をチンギスカンと呼ぶ。いろいろ複雑なのじゃの？ちなみにモンゴル帝国では、チンギス、ハーンの子孫のみが、ハン、ハーンを名乗ることができた。なので、テムールは後に、モンゴル帝国の後継としての帝国を建てるが、ハン、も、ハーン、も名乗ってはいない。かなり厳しい身分統制があったのじゃな。それゆえにモンゴル帝国は各地で反発されたという面もあるな。テムールは青年期、数百人規模の集団の統領となって、各地を略奪し回っていたそうだ。騎馬民族っぽいの？チャガタイ、ハン国は内部抗争が激しい国で、中央アジアは各地で貴族たちが力を持つ群雄割拠状態になっていたようだな。そのような中、テムールの叔父であるハージー、ベクという人物が力をつけていったらしい。絶え間ない権力争いの果てに、テムールはチャガタイ、
韓国語大名藩の娘と結婚し、国の実権を握るようになる。テムールの強さは異常だった。周辺諸国家を次々と侵略していき、中央アジア、ペルシア、アゼルバイジャン、メソポタミアと、空前の大帝国を一代で築いてしまった。その版図はユーラシア大陸の約3割に相当し、その進撃はもう、誰も止めようがないと思われた。テムールが次に狙うのは、地中海交易の要とも言えるシリアであった。一方、オスマン帝国にも過去最強のカリスマが誕生していた。オスマン帝国が長く続いた理由の一つが、その過酷な後継者争いだ。むむ？バヤジット一世は、他の兄弟を皆殺しにして父からその地位を継いだ。なんと。オスマン帝国では、誰が次の後継者になるかは決めない。前の当主が死んだ後に後継者争いが始まり、最も強き者が生き残り、そして国を引っ張っていくのだ。過酷じゃのう？過酷ではあるが、それゆえにオスマン帝国では、帝国の分裂などは起こらず、数百年続いたと言える。強き者がトップに立たねば、諸侯をまとめ上げることはできないのだ。バヤジット一世は、まさに強き者だった。バヤジット一世はバルカン半島にてセルビア王国を撃破し、東ローマ帝国の政治に介入、自らに従順なヨハネス7世を皇帝に据えることに成功した。この時代、オスマン帝国はアナトリアを統一できていたわけではない。アナトリアには、ベイ、の称号を持ったトルコ民族の各部族が乱立しており、アイブン公国、サルハン公国、メンテシェ公国、ハミト公国、ゲルミアン公国など多くの国がまだあったのだ。まさに群雄割拠じゃのう。過去三代の当主は、これらの部族を制せず、アナトリアの統一を成し得なかったが、バヤジット一世は、来航のごとき速さでこれらの諸侯を撃破していき、瞬く間にアナトリアを統一してしまったのだった。強いの？人々は彼を、稲妻王、と呼んで称えた。ぴったりの名じゃのう。勢いに乗るバヤジット一世は、東ローマ帝国の首都であるコンスタンティノープルを包囲してしまう。勢いがあるの？このことに危機感を覚えたのが、ローマ教皇、ボニファティウス9世であった。彼は十字軍の結成を宣言し、ハンガリー王子ギスムントが中心となって、十字軍はコンスタンティノープルに向かった。普段は反目し合っていても、なんだかんだ助けるのじゃのう。唇滅びて挟むし、東ローマ帝国が滅びれば、イスラム最強国家の脅威が西欧に押し寄せることとなる。コンスタンティノープルは、いわばその防波堤であった。キリスト教世界の危機だったというわけか。バヤジット一世は、コンスタンティノープルの包囲網を解き、両軍はニコポリスにて激突した。十字軍側はハンガリーを中心に、フランス、神聖ローマ帝国、ワラキア、ポーランド、ベネチア、ジェノバ、スイス諸侯、イングランドにスコットランドと、まさにオールスターで臨んでいた。凄まじいメンバーじゃのう？しかしバヤジット一世はこれを一蹴。まことか。稲妻王、の名はだてじゃない。この戦いによって、バヤジット一世は、マムルーク朝のカリフから、スルタン、の称号を得ることに成功した。むむ、どういうことぜ？イスラム教全体の指導者は、カリフ、と呼ばれる預言者だ。この時カリフはマムルーク朝が支配するエジプトにいた。そのカリフが、バヤジット一世に対し、言ってみれば王にあたる、スルタン、の称号を与えたわけだ。なるほどの。バヤジット一世はその後バルカン半島をほぼ統一し、アテネやペロポネソス半島までをもその支配下に置いたのだった。古代ペルシア帝国で再苦戦したギリシアを、あっという間に攻略してしまったの。この時のバヤジット一世率いるオスマン帝国は、全ヨーロッパを合わせたよりも強かったとさえ言える。ニコポリスの戦いでの結果がそれを物語っておるの。さて、バヤジット一世は、マムルーク朝支配下のエジプトにいるカリフからスルタンへお授かったわけだが、これはすなわち、カリフの要請があれば軍団を派遣せねばならないということでもあった。ローマ教皇と各国王の関係に似ているの。先ほども触れた通り、テムールはマムルーク朝が支配していたシリアを狙っていた。1399年、テムールはシリアに侵攻。マムルーク朝は単独でこの迎撃に当たるが、テムールの圧倒的な強さを前に、マムルークの軍団は戦場の露となった。
ティムールはダマスクスを占領すると、略奪と破壊を行い、シリアの地は荒廃していった。ティムールはその後、メソポタミアのバグダッドも攻め、これを陥落させると、この地でも大規模な虐殺を行い、死者をうず高く積み上げて塔となし、その数は100を超えたという。ひどいことするの。降伏しなければこうなるという見せしめだったと言われているな。オスマン帝国とティムール帝国が激突した直接的理由については諸説ある。イスラム教全体の指導者であるカリフが、ティムールをイスラム文化の破壊者とみなしたからだという説。オスマン帝国内部でティムールに内通した者がいたとする説。バヤジット一世に敗北したベイたちがティムールと手を組んだとする説。先ほども触れたように、ティムール帝国や初期のオスマン帝国には、歴史を詳細に記録するという文化はなかった。オスマン帝国が詳細に歴史を残すようになるのは、これよりもだいぶ後のことである。それゆえに、両国の激突については、分かっていないことの方が多い。特にティムールは、歴史に名を残すことに興味がないどころか嫌悪感さえ覚えていたようで、これだけの大帝国を築いたにもかかわらず、その生涯は謎に包まれているのである。もっとも、これは不思議なことではなく、チンギス・ハーンについても分かっていないことが多々ある。遊牧民族は基本的に、歴史を残すことには興味がないのだ。思えば歴史を残すというのは不思議な所業であるの。普通、自分が死んだ後のことなんて知ったこっちゃないからな。攻撃を仕掛けたのはティムールの側だったと言われている。バヤジット一世はこの頃ヨーロッパにおったのか？コンスタンティノープル攻略の準備をしていたと言われているな。だが1400年にティムールがオスマン帝国の都市であるシバスを包囲したことにより、バヤジット一世はアナトリアに軍を向けなくてはならなくなったという。なぜティムールがシバスを攻撃したのか？この点も現在に至るまで確定的な結論は出ていない。ティムールとチンギス・ハーンはいくつかの点で似ている。両者ともに圧倒的なカリスマと強さを持ち、広大な帝国を築いたが、何のためにそのような征服活動を行ったのかよくわかっていない。古代ローマなら、土地や奴隷の獲得のため、イスラム帝国ならイスラム教を広めるため、などの理由があったが、ティムールが何のためにこのような領土拡大を行ったのか、その理由を説明できる者はいない。有力なのは、肥大化した軍団を養うために、略奪先として都市を攻略していったというものだ。チンギス・ハーンにしてもティムールにしても、その軍団を維持するのに、すでに伝統的な牧畜では間に合わなくなっていた。それゆえに、行く先々で略奪を行ったというものだ。騎馬民族の伝統じゃの。一方で先に攻撃を仕掛けたのはオスマン帝国の側だったという説もある。アナトリア東部からアゼルバイジャン、ペルシア西部にかけて、から、コユンルと呼ばれた国が存在していた。日本語では国領庁と訳されるこの国は、チンギス・ハーンの孫である、フレブが建てた、イル・ハン国に従属していたのだが、ティムールの攻撃を受けて壊滅し、その従属を受けるようになっていた。1399年に、バヤジット一世の息子であるスレイマンが、国領庁を攻撃したことで、ティムールがオスマン帝国に逆に攻撃をしたのが始まりという説である。あるいは先ほども触れたように、バヤジット一世に駆逐された各部族の長が、ティムールと手を組んだという説も有力である。いずれにせよ、ティムールはオスマン帝国への侵攻を開始した。世界を席巻したモンゴル帝国の後衛を次々と打ち滅ぼして、わずか一代で巨大な帝国を作り上げたティムール。東ローマ帝国を圧倒し、ヨーロッパ連合とも言える十字軍を、まるで赤子の手をひねるように駆逐してしまったバヤジット一世。上昇無敗のカリスマが、真正面からぶつかり合うことは、世界史でも珍しい。最強対最強。勝った方が世界の覇権を握る。バルカン半島からアナトリアに戻ったバヤジット一世と、侵略者ティムールの軍団は、アンカラの地にて激突することとなった。1402年、史上名高いアンカラの戦い、の幕開けである。両軍の正式な戦力は不明だが、ティムールの軍団は14万を超えていたと言われ、32頭の戦象を従えていたという。戦象じゃと？ティムールはインドにも遠征していて、デリーで大規模な破壊と虐殺を行っている。むごいの？
その際ティムールはゾウが気に入って、自分の軍団に組み込んだらしいな。ハンニバル以外にもゾウを戦闘に持ち出す者がいたか。詳しくはハンニバル戦争を見てね。オスマン帝国の強さの秘訣は、バヤジット一世の父であるムラト一世の創設したイエニチェリにあった。イエニチェリとな。この時代、まだまだ傭兵が戦いの主力であったが、ムラト一世は常備軍であるイエニチェリを組織したのだ。イスラム世界では、軍事奴隷であるマムルークが軍事の主力となり、ついにはマムルーク朝を創始するに至った。マムルークとイエニチェリはいくつかの点で異なる。マムルークは解放されることもあるが、イエニチェリにはそのようなことはない。そしてイエニチェリの構成員は、もともとはキリスト教徒であることがほとんどだった。オスマン帝国が、バルカン半島で勢力を拡大するにつれ、支配地にはキリスト教徒が増えてくる。イスラム教にとって、キリスト教徒は、敬天の民、であるので、基本的には改宗は要求しないのだが、戦争捕虜などを例外的にイスラム教に改宗させ、トルコ語を習得させ、スルタン直属の常備軍に組み入れたのがイエニチェリである。トルコ民族は伝統的に騎馬兵を中心に軍団を形成していたが、イエニチェリは歩兵が中心で、火器で武装することとなる。これがオスマン帝国の強さの秘訣であり、同時にアンカラの戦いの趨勢を決めた。この時期のオスマン帝国の軍団は、混成部隊だったと言える。イエニチェリはすでに主力であったが、トルコ人将軍もいればキリスト教徒の将軍もいるといった形で、まだまだ力のあった諸侯もそれぞれの部隊を率いて戦っていたのだ。オスマン帝国は、バルカン半島に領土を持つがゆえに、ヨーロッパのイメージが強いが、バヤジット一世の父であるムラト一世は、自らハーンを名乗っており、モンゴル帝国の影響が強かった。そしてティムールはその部分をついた。ティムールの強さの秘訣は、確実な戦況把握にある。敵に弱点があれば、その部分を一気に突くのだ。モンゴル帝国の戦法とヨーロッパ文明の融合。オスマン帝国のそれは、強さのように見えるが、同時に統率に穴を生んだ。バヤジット一世は、諸侯の力を削ぐことを常々考えていた。スルタンによる集権体制。イエニチェリの徴用は、まさにその象徴だったと言える。伝統的な騎馬兵を率いる諸侯は、当然そこに不満を持っていた。そしてその諸侯たちが、戦いの最中にティムールに寝返ったのだ。なんじゃと。アンカラの戦いより前に、ティムールはすでに諸侯に対して罹患の刑を発動していたようだ。セルビア王国の王女を妻とし、スルタン直属のイエニチェリを強化戦とするバヤジット一世に、諸侯は不満と恐怖しか持っていなかった。ティムールはそれをあらかじめ見抜いていたのだ。凄まじいの？最強をも上回る最強。ティムールは間違いなく世界史最強の一人だ。バヤジット一世はこの離反を予測できていなかったようで、オスマン帝国の軍団は一気に瓦解した。イエニチェリも奮闘するが、すでに勝負は決した。イエニチェリはスルタンであるバヤジット一世ではなく、王子であるスレイマンを連れて戦線を離脱する。バヤジット一世は見放されたか。スルタンの死の瞬間から後継者争いは始まる。イエニチェリはすでに、この敗戦をスルタンの死と見た。アンカラの戦いをもって、次期スルタンの後継者戦争が始まったのだ。バヤジット一世は、その後ティムールに捕まり、息子のムスタファと共に捕虜となる。無敗同士の戦いを制したのは、中央アジアの覇者であるティムールだった。バヤジット一世は、ティムールに捕らえられた後、すぐに死んだ。伝承では檻の中に入れられ、侮辱されながら死んだと言われ、その様子を描いた絵が多数残っている。しかし一方でバヤジット一世は厚遇され、その死を知ったティムールは涙を流したと主張する者もいる。どちらが本当なのぜ？わからない。歴史とはそういうものだ。わかるのは、バヤジット一世率いるオスマン帝国が、アンカラの戦いにてティムールに敗れ、スルタンであるバヤジット一世は、囚われのまま死んだということだ。誰も助けに来んかったのか。アンカラの戦いの後、オスマン帝国は速やかに後継者戦争に突入した。しかしここで妙なのは、ティムールはアンカラの戦いの後、そのままアナトリアを攻略せずに、首都サマルカンドに戻っていったことだ。ぬぬ、おかしいの。
先ほども触れたが、ティムールの行動にはまるで合理性が感じられない。アンカラの戦い以前も、ダマスクスを占領しておきながら、ただ略奪と破壊だけを行っている。略奪をして得られる利益よりも、統治をして継続的に税を取った方が、はるかに収入は大きくなる。さらに地中海に進出すれば、地中海交易における莫大な利益を得られたはずなのである。これはバグダッドやデリーでも同様だった。ティムールはただ破壊し、奪うだけであった。思うに、ティムールには統治という概念はなかったのではないだろうか。ティムールだけではなく、遊牧民族全体に、そのような概念はなかったように思う。継続して安定した収入を得る、という概念は、農耕民族的発想なのだろう。チンギス・ハーンの末裔たちも、征服した各地域を統治することはできず、次々と瓦解していった。一時期はユーラシア大陸の6割を占めたその帝国も、100年ほどで衰退していき、領土は縮小していった。ティムールは果たして、何を目的に征服と破壊と虐殺を続けたのか。オスマン帝国に勝利したティムールは、遥か東方にある中華帝国に次の狙いを定めた。この時期の中華の支配者は、明の永楽帝。詳しくは永楽帝を見るのじゃ。これまた最強同士の戦いとなるはずだったが、ティムールの寿命が尽きた。カリスマが死ねば死散する。ティムール亡き後、まるで歌方の夢であったかのように、その巨大な帝国は姿を消した。ティムールの末裔であるバーブルがインドでムガール帝国を建国するが、中央アジアに派することはなかった。詳しくは、パーニーパッドの戦いを見るのじゃ。アンカラの戦いに負けたオスマン帝国では、激しい後継者争いが繰り広げられていた。まさに骨肉の争い。誰もが次のスルタンは、最も有力で最も強く、さらにイエニチェリの後ろ盾のあるスレイマンであると思っていた。しかし勝ち残ったのはメフメトであった。メフメトは、アンカラの戦いにてティムールの側についた諸侯と同盟を結び、さらにバルカン半島のセルビアやワラキアと協力し、スレイマンを攻撃。見事スルタンメフメト一世となり、アナトリアの諸侯は彼に臣従。その後メフメト一世は急速にオスマン帝国の国力を回復することに成功した。アンカラの戦いに勝ったティムール帝国が、その後急速に衰退したのとは対照的に、オスマン帝国は急速に領土を拡大させていく。1453年、メフメト2世によって東ローマの首都コンスタンティノープル陥落。16世紀、スレイマン大帝に対し西欧諸国は屈辱的な敗北を繰り返し、最盛期の17世紀には、北アフリカ、東欧、アナトリア、黒海沿岸、シリア、メソポタミアを領有する巨大帝国にまで発展していったのだ。恐ろしく差がついたの。もしティムールが、アンカラの戦いの後もアナトリア侵攻を続けていたら、歴史は大きく変わっていただろうな。バヤジット一世が捕まった後のオスマン帝国は内戦状態で、それを切り崩すのはティムールにとっては楽なことであっただろう。なぜティムールは引き上げたのじゃろうな。わからないな。一説にはバヤジット一世の息子たちがティムールに対して臣従の礼を取り、ティムールはそのことに満足したと言われている。ティムールはバヤジット一世の息子であるスレイマンを新たなスルタンと認め、他の息子たちにアマスヤやブルサといった諸都市の支配権を与え、協力した諸侯の国々を復活させたとも言われている。一方でブルサを自身の孫であるムハンマドに領有させたという話もあり、とどのつまりわからないということになる。単純に考えれば、十分な略奪品があったから、国に帰ったと考えるのが自然だろう。略奪のために戦争をしておったようだしの。何度か触れているように、これだけ世界史に影響を与えておきながら、ティムールについての正確な情報はまるでつかめていない。その要望を正確に記したものすらなく、生まれやその半生において、信用できる記録がないとされる。そんなティムールについては、また別の機会に触れることにしよう。それまでチャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。